これでもっと強くなれる。一つ近づくことができた。期待には応えよう。まだ秘めたる力があるか。
俺が正義か。この中で欲しいものはあるか？見合ったものを提示すれば交換してやるぞ。また来てくれ。よう、エルド。お前が代表に選ばれたんだって。お前が最後まで生き残るなんて。出会った時には想像もしていなかったよ。仲間とよろしくやっているだけのやつなら俺の相手になるわけがない。そう思っていた時もあった。だが今は違う。凡人に過ぎなかったはずのお前がこうやって最後まで生き残り俺の前に立ちふさがっている。認めざるを得ない。俺とは違う正義を掲げるお前をな。そうやってお前は全てを背負ったまま仲間と共に戦うんだ。真似をする必要はない。俺が全てを守るんだからな。何が言いたい？
お前は神のカイドの意志を継ごうというんだな。ならば俺はお前を打ち倒し、神のカイドの座を手に入れる。そしてこの地を守るにふさわしい存在になってみせる。そして神のカイドはこのクバルナだけではなく、世界中の人々を守る英雄となるんだ。決着はいずれつけよう。楽しみにしているぜ。貴様、とぼけているのか素なのか理解できんな。そうだったな、貴様はそういう男だった。自らを偽ることもできない貴様にとぼけることなどできるはずもないか。本心を語ることが負の影響しか与えぬ場合もある。故に私は影に徹してきたのだ。私と貴様のやってきたことは近しいが、目指している場所は真逆だな。貴様にとってはそれこそが目指すべき場所なのだろうな。だが私にとっての理想は未だこの地には存在し得ないのだ。お互いに落ち着いて言葉を交わすのはこれが最後かもしれんだろう。貴様を破る者の意志くらい聞いていっても罰は当たるまい。闇夜の眷属という言葉を知っているか。それは正しくもあり誤りでもある。その究極的に目指すところは差別なき世界なのではないかと私は思っている。種族の壁も宗教の壁もなく、さまざまな種族が暮らす理想郷だ。この地は限りなくそれに近いが、また永遠に取り払うことのできぬ壁も存在する。光の神が立ち入ることを禁じる盟約があるのだ。私が神のカイドとなった暁には、すべての壁を取り払った新たなる理想郷を作り上げるつもりだ。これまでにも多くの闇夜の眷属を名乗る者たちが国を起こしてきた。だがそれはどこかいびつさを残したままだ。おそらくはその名の通り、闇に住まう者こそがそれを先導していたからに他ならない。光に拒絶された者たちの作る国にどこまで光を認める風土が根付くのか、その疑念を払拭するべく、私は闇に住まう者として国を起こすことは諦めたのだ。その代わり影となった。神のカイドの名は歴史に刻まれるだろう。だが私の名が刻まれる必要はない。勇者として光と共に歩むゼルガインや聖堂を仲間たちと共に歩もうとする貴様らとは決して交わらぬ道だ。求めているのは結果だけだ。結果の出ない努力など無に等しい。貴様は今多くの種族の使命を背負っているのだろう。しかし努力を重ねてきた貴様自身が神にも近しい力を手にしたかと問われれば否だ。たった一つの旗印にできることなど限られている。国としての礎さえ強固なものになればそんな象徴など必要ない。私の望む理想郷を作り上げるために貴様らにはここで退場してもらう。そう遠くない未来に私は神のカイドとなる。その時は貴様らの力もうまく操ってやるよ。それが影としての使命なのだから。
エルド？エルド？ちょっとしっかりしなさい。ラビリエに見つからないようにするどころか、目の前で寝てるじゃねえか。どうなってんだ？いくらなんでも机に向かったまま寝るなんて器用にも程があるわよ。どうやら我々のことは客だと思っていないようだな。客というか家族みたいなもんだろ。か、家族か。それなら構わんぞ。うんうん、みんな仲良し家族だと嬉しいよな。それで何を考えていたの？うん、深いな。死も似たようなことを言っていたぞ。冒険者として生きていくにも、音楽家として生きていくにも、自分以外の誰かが存在しなければ意味はないって、そう教えられてきたわ。ふむふむ、オイラもエルドがいなければ生まれてなかったしな。確かに一人じゃねえんだよな。かっこいいこと言っているのに、その格好で全て台無しじゃない。それもまたエルドらしく生きている証ということかな。よーし、オイラも頑張って生き抜いてやるからな。やはり個々人ではまだまだじゃが、集団での戦闘なら形になってきているの。しかし、ただ淡々と訓練を繰り返すだけではウヌラも飽いておるのではないか。察しが悪いの。わしがつまらんと言うておるんじゃ。一度わしと戦ってみんか。ウヌラ全員とわし一人でも構わんぞ。いくらなんでもおごりが過ぎるんじゃない。今のリオの力じゃ一度に全員を相手にするなんて無理よ。安心せえ、わしもこのままでやろうとは思っておらん。来い、我が眷属よ。
が膨れ上がっていくぞ。これってまさか。かっかっか、これならどうじゃ。初めてリオと戦った時のことを思い出すわね。神のカイドとの契約はどうなったの？勝手に破れるものなのかしら。ん？そういえばウヌラには伝えておらんかったかな。わしは神のカイドと契約して力の大部分を封じたが、その封印先はこのホノグサンなのじゃ。この場所で眷属を取り込むことにより、わしは元の力を取り戻すことができる。そういう契約を交わしたんじゃ。そんなことは分かっておるわい。どのくらい強くなったのかを確かめるだけじゃ。ちゃんと力は抑えてる。ウヌラが壊れん程度。ないわね。こうなったらとことんリオに私たちの成長を見せつけてやろうじゃない。どれだけ強くなったかを見せるいい機会だ。軽く見られたままではたまらないからな。よう言うた。さすがわしの教え子たちじゃ。さあウヌラの全力をわしに見せるがよい。一時撤退する。
わしの力を見るがいい。はぁ、燃えろ。この中で欲しいものはあるか？見合ったものを提示すれば交換してやるぞ。交換成立だな。また来てくれ。
Thank you.
拠。燃えろ。Thank you.
を受けてみよう。燃えろ。これこれ、すまぬ、ここは任せる。戦いは俺に任せな。燃えろ。Thank you.
かせるがよい。行くぞ。好きに使うといい。オイラに任せろ。さあ、魔術の実験台になりたいのはどなた？お見せしましょう、我が魔力。ここは我が抑えた。
一気に行く。はあ、任せるがよい。我に任せるがよい。次は昼間に来てくださいね。めんどくさいから。よう、相席しても構わねえか。また会おうって言っただろう。一族を説得するのに時間がかかっちまったが、条件付きで出奔を認めてもらったのさ。次なる神のカイドが誕生するその瞬間をこの目で見届けてえからよ。一族のことはそれから考える。俺にとって大切なのはお前の戦いを見届けることだと思ったからだ。だからもしもお前さんが俺をまだ友だと思ってくれるなら。ああ、今度は後継者候補としてじゃなく、友としてお前の夢に協力させてもらうぜ。ほう、言っておくが俺はザルだぜ。お前さんが俺と戦えるほどにのんべえだとも思えないがね。お前さんの保護者は口うるせえからな。おこごとをもらわない程度に飲むとしようぜ。何に乾杯しようってんだ。
俺に乾杯かよ。まったく、どこまでお人よしなんだ。だったら俺はこうだな。お前さんの前途に乾杯だ。